Bonjour。 今日はとても素敵な展覧会をご一緒したいと思います。パリを代表するハイジュエリーのブランド、ヴァンクリーフ&アーペルの歴史的なジュエリーの名品と、日本人写真家蜷川実花さんの花の写真の共演です。こちらパリのヴァンドーム広場は、高級宝飾店が軒を連ねることで有名な場所ですが、今回の展覧会場はその一角にあるオテル・エフルという邸宅建築です。1710年と書いてありますから、大王ルイ14世の時代に建てられた邸宅ということになりますね。広場に面した入り口からさらに中庭の方へ進んで行きます。展覧会のタイトルはフローラ。フローラというのはラテン語で植物相という意味のようです。シンプルなこちらの扉からいよいよ建物の中に入りましょう。天井から床まで桜づくしの空間が広がっていました。まるで心を狂わせるような妖艶な色合いの桜に囲まれた後は、ブラックボックスのようなスペース、まるで夢の世界のように、ジュエリーと花々の写真が暗闇の中に浮かび上がっています。宝石は全部で100点以上、1920年代から現代に至るまでのブランドコレクションからセレクションされたもの。そして写真は蜷川さんが十数年間撮り続けてきた何十万枚にも及ぶ花の写真からジュエリーに合わせて選び抜いたものだそうです。今回の会場デザインは日本人建築家の種剛さんが担当しました。種さんはパリを拠点に世界的に活躍している方ですが、ハイジュエリーの展覧会のデザインは初めてだそうです。とてもインパクトのある蜷川さんの写真と、手のひらに乗るほどの小さなけれども、その中に無限のパワーを秘めたハイジュエリー。そのバランスを取ることに心を砕き、ハーフミラーと光を駆使することで、写真と宝石の両方を生き生きと見せています。ハイジュエリーを形にする卓越した技にもスポットを当てたいということで、今回は展覧会のために多面体のショーケースをオリジナルで制作したそうです。それによってジュエリーの正面だけでなく、側面そして裏側までつぶさに見ることができます。先ほどまでの現実世界を忘れてしまうような、まるで万華鏡あるいは迷宮、はたまた不思議の国のアリスの世界に迷い込んだよう、という感想が聞こえるこの展覧会。至近距離で向かい合うハイジュエリーからパワーをもらえるような、そんな貴重な体験です。